今日お出かけなのに雨でブルー、あでもその雨一粒一粒をカブラキだと思って受け入れなよ。そしたらちょっとご機嫌になるかもしれんやん。雨だって思うんじゃなくて、カブラキがこんなに近くで見守ってくれてる、嬉しいっていう方にしなよ。そしたらご機嫌でいられるよ、雨の日でもね。空からたくさんのカブラキが落ちてきてハッピーじゃん。多ければ多いほどいいんだから。そこら中にカブラキのたまり場あるんだけど、え、やったじゃん。いいじゃん、あのさ猫がたくさん集まるスポットみたいな感じで雨音全部ヤピにして。ちょっとどうだろうな、カブラキの力だけじゃ難しい。なんかみんなの自己暗示、自己暗示が大事、自己暗示がいっちゃん大事。みんなもシトシトシト、ピチャ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 、ザーシト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 、ポチョポチョみたいな雨の音を全部頭の中でピヤ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 、みたいなのに変換するっていうさ、そういう回路を組んで応用していかないとさ、生き残れないよこの世界では。今ポツポツしか降ってない、ちょうどいいじゃん。ヤピヤピって言えばいいじゃん、そのポツポツを。初心者向けだよそのコース。まずは手始めにポツポツの雨をヤピヤピの雨に自分の頭の中で切り替えてけばいいんだから。だってさ、犬の鳴き声とかさ、世界によって表記が変わるわけじゃん。犬はさ、日本だとさワンワンって鳴くけどさ、英語だとさバウワウってなるしさ、他の国の言葉だとさ、なんかガフガフとかさ、いろんな呼び方をするわけじゃん。つまり多少の無理は効くんよ発音。だからポツポツをヤピヤピにすることもできる。同じ音だけど国によっていろんな聞こえ方があって、他の国の聞こえ方を文字とか音として聞いた時に、多少自分の国と違ってても、あ、この国はそうなんだ、確かに言われれば聞こえんこともないな、みたいな感じの受け入れができるわけじゃん俺らの。ってことはポツポツを、あ、ヤピヤピっていうところもあるのかって思って、うところから始めて、だんだん自分の頭の中ですり替えていって、ヤピヤピに変えていくこともできる。擬音なんてすり込みなんだから、あんなんほとんど。犬もさ別にワンって言ってないじゃん、あれエフって言ってるじゃん。それをワンだと認識できるんであれば、雨のよくわかんねえ言葉にできねえ音をヤピだと受け取ることもさできるはずだ。じゃあ犬の真似がうまいのは今いい。今犬の真似がうまい話はどうだっていい。カブラキ今この奇弁でどうにか丸め込もうとしてるんだから、見てくれてるみんなのこと。